水泳道具紹介。今日紹介するのはエンジンさんから出てるバックパックコアとバックパックプロです。コアの方は内容量が20リットル入るバックパックになっててシンプルなデザインになってます。両側にポケットが2つ付いてて、前側1つとメインのポケットが、大きくこういう風に開くようになってます。ショート20リットルはこんな感じですね。やっぱ肩に見えるロゴはかっこいいですね。でですね、プロの方は本当にでっかくて、内容量が倍の40リットルなんです。ビート板なんかも余裕で入れますね。やっぱ自分でいつも使ってるアイテムで体のケアだったりウォーミングアップしたいと思うので、大きいバッグっていうのは重宝すると思います。でですね、これ一番下にシューズが入れられます。室内でのトレーニングがある合宿の時だったりもすごい使える、アイテムかなと思います。プロはちょうどこんな感じです。ロゴが大きく入ってるので、一目でエンジンさんのバッグわかると思います。皆さん、このバックパックプロとバックパックコア気になった方はぜひコメント欄の URL からどうぞ。